どうも、学園です。美しい文字を書くということで、ひらがな説明していきたいと思います。ひらがなね、50音しかございませんので、ぜひこの機会にね、50個マスターしてください。わかりやすく、丁寧に、簡単にね、説明していきますので、よろしくお願いします。美しい文字の書き方、ひらがな、ね、あ。まずあ書いていきます。柔らかく二画目で上に上がる。で次にボールペン書いていきます。柔らかくくるように、ここで上に上がるね。もうほとんど上に上がる。で説明します。まずね、一画目少し右上がりで、二画目まっすぐ書かないようにだけ気をつけてください。膨らんで、同じ位置にね、左に膨らんで、同じ位置に戻ってくるように。で、右側、三角目ね、ここも膨らんでくる。縦に行ってしまうとどういうことになるかで、真ん中潰れてしまいますので、ここはね、この部分潰れてしまいますので、広く取れるように、この部分を広く取れるように、柔らかく来て、上に上がって、で広く、この部分をね、交わって少し左行ったらすぐ上がるように、ね、上に広く、こっちが広くなってしまわないように気をつけて、でで、このね、あの元の字があんね、柔らかく、こんな形で、ね、元の字からなってますので、柔らかく柔らかく、ひらがな上に上がって右側大きくなるように。ではあの説明終わります。美しい文字の書き方、ひらがなのいいね、ひらがなのいい、柔らかく入って、ボールペンでも一つ書きますので、どうなる、ね、まず一番ね、気をつけてもらいたいのは、まず、入る部分ね、動きながら入る。ね、と思う。ここもね、つながっていくように、筆止めないように、つながっていくように書いてください。で、いの点の位置。同じ大きさにならないので小さくね。右側は小さく。少し下のが広くなるようにね。少し上目に。狭く。ちょっと広くなるように。間には来るようにね。上に上がってしまったりはしないように書いてください。で、E の元の字なんですけども。以上のいいです。では説明終わりますので、美しい文字の書き方、ね、ひらがなでうね、ひらがなう書いていきます。柔らかく入って、大体同じところで戻ってくる。ボールペンでも書きます。点ね、柔らかくある。まあ、こういったとこも抑えないようにね。で、大体中心で、を中心ですので、中心で終わるように。あまりこう、向こうに行きすぎるとか、手前で終わるのもなくて、この中心で終わるように。この部分もつながって、柔らかく、つながってくるように書いてください。ね。元の字が、宇宙の部分、これを崩したものが今のこのひらがなになってますので、柔らかく柔らかく書いていく。では、うの説明終わります。
美しい文字の書き方、ひらがな編を、まず書いていきます。まあ、右上がり、一回目右上がりに。縦に行って、三角に。まっすぐに点図。で、ボールペン書いていきます。をね、元の字、置いてっていう字ね、置いて、を説明ね。この部分、下まで来ないようにね、少し2画目の縦の、縦よりも上がるように。で、右上がり、どっちも少し右上がりに行くように。で、最後点なんです。点につながっていくようにね、必ず点につながっていくように、この回す部分はね、三角作るようにしてもらったら書きやすいと思います。点につながっていくように書いてください。では、O の説明終わりますので。